どうもそ皆さんまあもう知ってると思うんですけどカナリンが卒業を発表しましたいやーラジオで沈黙の金曜日でえ発表してでブログもね更新されたっていう感じでまあ卒業ということでちょっとまあ悲しいというかまあなんか久々って。 久々かまあ久かねえこう卒業っていう言葉面にしてやっぱうーってねうわーっていうねうーん悲しいというか実感がまだ湧いてないというかうわーっていう感じなんですけどいやー卒業ですかかなりんもうついにまあ一期生もどんどん少なくなってるしねほんとにで94年組もこれで最後なのかな、えー、わかんないけどで卒業 時期卒業時期に関してはえ、まあ、まだ未定だけど年内ぐらいを予定しててで卒業後に関してはまだ未定えみたいな感じでう、えー、いやー悲しいっすねやっぱりねうん本当卒業っていうのはね嫌ですよ、まあ、ファンに,からにとったらね嫌ですけどまあ今後応援していくのか分からん芸能活動続けていくのかも分からんないけどえん、ー、な感じでまあ課題は本当 個人マージャンとかねそういう活動もすごく多くてまあ何だろうなアンダーの時とかも多かったと思うけどすごい乃木坂に貢献してるっていうかもう,もう上からみたいな感じになっちゃったけどうーん本当にね一期生でまあ、いろんなことをね本当に乃木坂で経験してきた。 1> 1人というかだと思うから本当にね卒業残念なんですけどまあなんかねコロナで握手会とかそういうイベントとか厳しいと思うけどなんかこうかなりんとねそう別れを伝えるというか別れを言える場っていうのもねなんかそういうイベントとか、えー、なんかがあったらいいなとは思いますね。はいということで、えー、ちょっとね残念だったんですけども。 まあてかねまだ実感も湧いてないって感じなんですけども、えー、かなり人間が発表したという感じで、えー、今回はね動画そういう動画でした。はい終わりです。